きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、このキーマンの回も、そうっすね、半ばに入ってきましたね。半分終わりましたね、はい、こっからは去年 A クラスのチームですけど、はい、もうアイドリングしないです。だって喋ることが多いからアイドリングしたらどんどん長くなるんですよ。そうですね、もうアイドリングしないです、はい、温まってきましたね。そう、はい、もう温まりすぎてるんで、はい、ということで今日は、はい、昨年3位の、はい、と阪神 と、うん、と楽天やります。はい、じゃあ楽天からいきましょうか。お、行きましょう。野手はですね、はい、辰巳ですね。辰巳選手、はい、まあ今年ほぼほぼセンターでレギュラーだろうという感じですね。だろうを取らなきゃいけないんですよ。そうですね、でもやっぱ敵は多いじゃないですか、うん、じゃあオコエもいるし、田中和樹もいるし、渡辺もいるし、そうなんですよ。あと外国人も入ってくるんで、そう島内選手もいる。だから島内武聖に、じゃあ島内ブラッシュか、はい、ロメロは決定なんで、はい、1個しかないんで。そうですね、はあ、1個のところにそのみんなが、うん、まあ、群がるわけじゃないですか、はい、その中でやっぱりその昨年のね、うん、その敗因から考えると、はい、石井和久 GM とかは、はい、やっぱ盗塁の少なさとかを挙げてたわけじゃないですか、はい、ってなった時に、うん、まあ、去年のメンツで見た時に、うん、まあ、それは盗塁できないですよね。そんな簡単にできるやつがいないんで、うん、はい、そうなった時にその少ないことを増やすために、うん、可能にするためには、はい、まあ、辰巳がレギュラー取らないと増やせないんですよね、はい、どう頑張っても、はい、じゃあキャッチャー、まあ、太田とか、はい、足立とか、うん、ファースト銀次、はい、浅村、はい、で鈴木大地、茂木、はい、でブラッシュ、うん、でセンターで島内、うん、でロメロ、はい、ってなった時に、うん、もうセンターのやつしか、まあ、いわば簡単に走れないじゃないですか、うん、まあ、そうですね、あとまあ島内とかね、はい、僕も走れるかもわかんないですけど、はい、絶対セーフっていう感じじゃないですよね、はい、うん、それ数を増やそうとすると、うん、もうこのセンターに入るやつが走るしかないんですよ、はい、そうなったらもう辰巳が入んなければ、うん、なこれはもう盗塁数あの理想を掲げるだけでほぼ回らないと思うんですよ、うん、もしくは小深田、そうですね、新人のね、はい、小深田選手がもしかしたらショートレギュラーで出る可能性っていうのはあるわけですよね、うん、で出たら小深田、はい、辰巳で、うん、もっと足を回せるんで、はい、そこは大きく変わるんですけど、そうですね、でもまあ普通に考えたらもう今空いてるセンターにこの辰巳が入らないとね、うん、はい、この楽天の掲げる野球っていうのがもうそもそもできないと思うんですよ、うん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 、だからそこは今年で3位じゃダメなんです、はい、納得しないんですってね、はい、うん、言ってるわけじゃないですか、はい、ってなったら、うん、その上を目指すためにはこのセンターに辰巳がしっかり入って、はい、まあ、引き合いに出していいのかどうか分かんないですけど、はい、昨年の阪神の近本、うん、はい、波に盗塁もそうだし、うん、その盗塁を取れとかはね人との絡みがあるんで、はい、そのタイトル取れとかは別として、うん、数字的には近本と同じように、はい、その、まあ、ヒット数もね、うん、それは一緒ぐらいはいけないんで、うん、打率と盗塁は同じぐらいやってもらいたいですよね、はい、私もし今年辰巳選手がセンターでレギュラーでまあフル出場ぐらい頑張って出たとしたらゴールデングラブ取れるんじゃないかなと思ってるんですよね。そうなんですか。めちゃくちゃ守備すごいですよ。そうなんですか。これちょっと注目してください。もう去年の楽天のファインプレー集みたいなのってもうほぼほぼ辰巳選手のもう超ファインプレーばっかですから。それは本当にファインプレーなんですよね。超すごい。普通じゃないんですよね。普通じゃないです。僕が見たらあ普通ですってならないですよ、ね、いやなんないです多分いやこう本当に投手陣が口を揃えて、うん、いやもう辰巳にはもう本当に助けられたってめっちゃ言ってましたから。まあまあそれは言いますよね、はい、あのあいつのおかげで俺のやって減ったとか言わない、マイナス要素言わないじゃないですか。はい、そうですね。いやでもあの則本投手が辰巳選手に、うん、やっぱりお前は守備の人やなって言って、うん、あのまあ、まあ、一応褒めてるじゃないですか、まあまあ、でもちょっと怒ってました、まあ、褒めてはないですね守備の人ってもう打たへんって言ってるもんやからまあちょっとディスってますよね、まあ、言い方がね。ディスってるかもしれないですけどでもまあそう言われるのに。じゃあ確定でいいですか、ゴールデングラブ。もう取ります。はい、じゃあ取らなかったらどうします。そうきますか。辰巳選手頑張ってね。辰巳がうまくレギュラー取ってうまく回ってだからまあ2割7分ぐらい、はい、6、7分で、うん、でホーム盗塁40個ぐらい、はい、できたらいい優勝あるかもなんですよね。そうですね、まあ、そのぐらいキーマンってことですね。そうそう、それぐらい、まあ、他の選手は、はい、まあ、多分、うん、計算通りの活躍はできると思うんですよ、はい、その上積みをがあるのはやっぱそのセンターのピースなんで、うん、そうですね。そこは辰巳がうまく回れば、うん、それはもう楽天、うん、それはもう書き回しますよ、これなんと。わあ、もう優勝いけますか。いける。おっ、来た。辰巳が頑張れば。辰巳選手頑張れ。ゴールデングラブ頑張って。はい、はい、
取らなかったら何かします、はい、ということでピッチャーですね。はい、はい、ピッチャーピッチャーはね、はい、涌井ですね。おお、涌井がもしうまくはまれば、はい、本当に効く。いやだってピッチャーそうですね、安定した先発ローテーションがガッと増えるっていう、うんうん、だからまあ則本とね、うん、岸は普通にやっとけば、うん、まあ10は勝つと思うんですよ。もう10いきます、うん、普通にやっとけば。則本氏20いくって言ってますから、うん、あと湯気とか、はい、そういうね、昨年よく石橋とか、うん、分かった、その底上げもあるし、はい、その中で涌井がこの移籍を機にグワッてきたら、うん、もうやばい。そうですね、なんかかかってる涌井に、その投手陣の層の厚さを支えれるかどうかが、涌井投手で何勝プラスできるかっていう、うん、それは大きい、うん、もし仮にね、はい、仮に10勝った日にはやばい。だから10とは 言ったらいいよ、はい、でも8はマストでしょ。そうですね、8勝はマストで、はい、できたら、うん、グッといくと思うよ。私これよく思うんですけど、8勝するって言うじゃないですか、まあ、なんか難しいですけど、8勝10敗したら、まあ、借金2作ってることになるじゃないですか、うん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 、それでもいいんですか8勝って、うん、いいよ。だって最低でも18試合投げてるでしょ、まあ、投げてます。だもし8勝10敗、ね、はい、したとして、はい、じゃあ8勝10敗で貯金、あ、借金2じゃないですか、はい、じゃあ仮に、うん、で18試合でしょ、はい、で仮にあの、じゃあ5勝4敗、はい、で貯金1、はい、どっちが上ですかっていうことじゃないですか。まあ確かにそうですね。でも10勝8敗の方が、はい、まあ確かに借金ですけど、はい、まあ、普通に言えば18試合投げてるんですよね、うんうん、で5勝4敗は貯金1ですけど、はい、9試合しか投げてないですよね、はい、その後の9試合を他が誰かが投げて9敗した場合、はい、あ、まあ、トータルで言うと5勝13敗になるんですよ、はい。逆に10敗で抑えれたっていう見方もできるんですよ。ああ、なるほどな。だ貯金2で、あ、借金2で済んだっていう、はい、じゃあもし5勝4敗で勝ち負け勝敗がつかないこともあるわけじゃないですか、はあ、中継ぎとかについて、はあはあ、それでじゃあ15試合ぐらい投げて5勝4敗とかだったらそっちの方がまだいいですか。でもそれもその勝ち星つかなかった内容にもよるよね。勝ちも負けもつかなかったけど、うん、もう3回ぐらいで8点取られてガーッとオーバーみたいな、そんなのガンガン打って追いついて、はい、勝ち星も負けもつかないっていうパターンもあるんで、はい、もちろんね、うん、1点しか取られなかったけど、はい、勝ちも負けもつかなかった場合はあるんですけど、うん、その勝ち負けがつかなかった場合の、はい、点数にもよるっすね。なるほど。あとは防御率ですね、はい、あ、そうなってこと。だもし5勝4敗で貯金1、はい、でもう1人5勝4敗で貯金1が2人いるんだったら、はい、あの8勝10敗より5勝4敗の2人の方がいいですよ。ああ、なるほど、まあ、周りとのもあるってことですね。そう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 、まあ、目安として8勝ぐらいしてくれるといいなっていう。そう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 、それぐらい回ってくれれば安定的になるんで、うん、まあいいかなっていうところはあるんで、うん、なるほど、まあ、あとはね計算できるんで、はい、そういった面でも面白い涌井がね、うん、バシッとハマれば、いや移籍組すごい楽しみですよ。今いる選手はそこそこ安定的に多分活躍できるんで、はい、やっぱ新戦力っていうところがね、うん、一番底上げするために楽天は大事なところなんで、はい、まあ、2年目の辰巳と、はい、涌井の活躍次第っていうところはね、うん、まあ、あるんじゃないのかなって勝手に思ってます。はい、頑張ってね。私のファン精神なので。あ、そうなんですね、はい、やたら喋りますもんね、楽天の時だけ。いや、やっぱね、皆さんもそうでしょ、絶対推し球団の時は推し球団のとこしか見ないって人もいるかもしれないじゃないですか、動画を。僕は箱推しなんで。箱推し、はい、箱推しって何ですか。12球団推しってことです。あ、まあ、佐藤さんもそうですね。多分どこもやっぱ推しがあるじゃないですか。もう楽天で結構喋ったんで終わりましょうか。え、ダメです、もう一回行きましょう。はい、どうでしたっけ。同じ熱量で阪神。あ、阪神ですね、はい、阪神はあの野手はですね、はい、大山ですね。おーおー、大山選手4番候補っていうことを考えると、はい、うん、昨年ホームランが14本だったのかな、うん、はい、そのぐらい。やっぱそれじゃあ寂しいですね、うんうん、それ大山がね6番とか7番打つんだったら、はい、すごいもう成績でそれでもいいんですけど、はい、その4番とかクリーンナップ行くんだったら、はい、もうちょっと頑張って25本ぐらい打ちたいですね、うん、まあそうですよ、クリーンアップ行って大砲って期待されてるんだったらそのぐらいはやっぱり行きたいと思います、ね、そうそう。あとはもう今年新外国人いっぱい取って、うん、はい、野手だったね、ボーアとかね、はい、外国人多いですね、サンズとか、うん、まあ、マルテもいますけど、まあ、ボーアとサンズがね、はい、今最有力候補のね、はい、一軍頭角選手ですけど、うん、まあ、ここがもしねクリーンアップに入って、はい、でもし大山が6番ぐらいに入るんだったらいいですけど、うん、ここがクリーンアップ入るんだったらもう20本、あと6本ぐらい増やして20本打ったりとか、うん、すればもっと打線厚くなるんで、はい、投手陣はね、はい、いいスタッフ揃えてるんで、うん、その打線の援護さえあれば阪神はもっとうまく回っていくんで、うん、まあ、そのためにも外国人の活躍っていうのはもう必要不可欠、はい、もうマストなんですけど、うん、はい、日本人で
その大山がもっとガッて、うん、ファンの人もね、ね、納得してないでしょ、まだまだできるって思ってますよね、僕だけじゃないですよね、うん、ってなった時に、はい、もっともう一回りでかくなったら、うん、これはもうすごいです。近本、はい、まあ、今年2年目ですけど、うん、まあ、足と守備がある選手って、はい、あのそんなに打つのダメでも使い勝手いいんで、はい、そこまで2年目のジンクスにならないと思うんですよ、うん、やっぱり、はい、だから近本はね、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい、安定的な活躍。だから昨年と一緒っていうと、はい、ハードルが上がるんであれですけど、うん、まあ、安定的な活躍します。でも平均的に頑張ってよ。そう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 、いけないっけ、うん、大山グッとここでね、はい、行けば、うん、打線は、まあ、外国人次第っていうのはありますけど、はい、やっぱ日本人がしっかりすることで、うん、外国人が活躍しなくてもなんとかっていうところもできるんで、うん、まあ、そこは頑張ってもらいたいなっていうところはありますよね、はい、じゃあ野手大山選手でピッチャーですね、藤川球児ですね。おお、ベテラン来ましたね、うん、やっぱりその、まあ、昨年ね、はい、その中継ぎ、まあ、岩崎とか、うん、まあ、ジョンソン、はい、球児とか、うん、まあ、厚み増してたんですけど、そのジョンソンがいなくなったっていうのは、はい、阪神にとって非常に大きいんですけど、うん、まあ、そこにですね、エドワーズっていう、うん、球児につなぐセットアッパーが、はい、なんすか、ジャイロスライダーっていうのがあるらしいですよ。ジャイロスライダー、うん、ジャイロスライダーっていうのがあって、スライダーのジャイロがついてるやつってことですね。そうですね。どういうことなんだ、はい、まあ言ったでしょ、変化球の下りで、はい、ありましたね、所詮、はい、スライダーですからあ、それね、なんやねんっていう人はね、あ、ここありますから、はい、その変化球の下りの動画、これ見て納得してください、はい、ジャイロスライダー、まあね、言うのは勝手ですよ、はい、でもスライダーです、はい、言ったもん勝ちみたいな、そうですね、はい、だからまあそこでね、うん、ジョンソンの代わりをエドワーズしっかりして、はい、球児につなぐ、うん、で球児があと、はい、9セーブで250セーブの迷宮会入りになるんで、うん、まあ、それはね、はい、もう球児と同期入団なんで、あ、そうですか、98年ドラフトで、はい、だからもうあんまりいないんですけど、現役も、うん、松坂もそうですけど、はい、あんまりもう現役いないんですけど、うん、一緒の、まあね、僕は高卒、僕は大卒だったんで、はい、同期で頑張ってもらいたいし、うん、そのね、あと9なんで、まあ、ここはね、うん、あの迷宮会、はい、250セーブ達成してもらいたいっていう ね、 そうですね、怪我しないで頑張れっていう意味を込めて、いや、まあ、やっぱりタイガースはその中継ぎ陣の安定で最初点差を逃げ切るっていう形が、はい、去年もその A クラス入りには、うん、あの大きかったと思うんで、はい、そのためにもやっぱりこの球児が最後に球児がしっかりいるから前ができるわけじゃないですか、はい、だからそこをバシッと隠して、でエドワーズとか新戦力とか、まあ、昨年見て岩崎とかそういった中継ぎ陣もうまく回っていければ、うん、はい、うん、まあ、日本人 の、 そのベテランと、ね、若手のこう中軸がパシッとはまればね、はい、で外国人が はまってくれれば上に行けるチャンスは十分あるし、うん、ゴワッと行く可能性もあるんで、はい、そういった意味でもやっぱ大山と球児にはね、うん、投打の軸としてはいドシッと頑張ってほしいですね、ドシッと。だから上に行ける可能性が2人頑張ればあると、うん、全然、昨年3位ですけど2位、1位あるですよね、はい、頑張れば、うん、はいはい、2球団でもちょっと喋りすぎですかね、結構時間いっちゃうんですよね、それぐらいやっぱ熱量あるっすね、はい、ありますね、アイドリングトークしてないですからねそうですね、はい、まあ、ということで、はい、今日はこの2チームをお届けしました、はい、またまた続きます。